ここが俺の拠点だ。といっても廃ビルの一室なんだがな。まあ野ざらしの外よりはマシだろう。おお、廃ビルを使ってるあたり、いかにも秘密基地って感じでかっこいいかも。うん、何気ない廃ビルの一室に見えて、必要最低限の住居設備に回復アイテムに食料、そして申し訳程度の通信端末。まるでアニメとかで見るレジスタンスのアジトみたいでかっこいいです。何？お前らこの拠点のかっこよさがわかるのか？うん、はい。そうかそうか、ここのかっこよさがわかるのか。なら悪いやつじゃなさそうだな。さて、時間がないからざっとだけ説明する。さっきも言った通り、あのデカブツが町や世界をぶっ壊してる元凶だ。あいつの厄介なところはデカさだけじゃねえ。建物や生き物を壊すだけじゃない、存在そのものを消滅させる力を持つんだ。そしてこの国には生き残ってる人間はいない。誰も人がいないの？そっか、だからシェアエネルギーが。まさかとは思うけど、全員あのでっかいのにやられちゃったとかないよね？そこんとこは俺もよく知らないんだけど、人間の代わりって言い方も変だが、言葉の通じる善良なモンスターたちがこの国には多く暮らしているんだ。そして今回の作戦目的だが、そいつらがこの町から避難するまでの時間稼ぎだ。はいはい、質問があるんだけどさ、他に仲間とかいないの？残念ながら戦えるのは俺たちだけだ。うわ、それでよく今まで戦ってこれたね。正直俺もよく今まで持ってると思うよ。詰めそうな場所を見つけてもデカブツが現れるたびに逃げる日々、それを何度も繰り返しているうちに、気がつけば町も大地も壊され、どんどん行き場がなくなってる。どうにかしてあの大きいのを倒すことはできないんですか？そうそう、早い話、あのでっかいのを倒しちゃえば解決だよね。おいおい、簡単に言うなよ。怪しいが、こちとら何度も挑んで負けてるんだからよ。そんな顔すんなよ。今は無理でも倒す策は考えてあるんだ。ただしまだ準備中だけどな。で、肝心の時間だが、これだ。そっちの避難状況はどうだ？行くなか、無事なようで安心したよ。こっちの避難状況は7割になったところだ。まだ結構残ってるな。すまない、苦労かけ。気にすんな。それじゃあ引き続きそっちを頼む。ああ、娘もくれぐれも無理はしないよ。ねえ、今のイケメン帽子の人誰？娘の仲間？ああそうだ、ちょっと口はうるさいかな。さて、それじゃあそろそろ行くか。くれぐれも忘れ物だけはするなよ。
想通りならデカブツよりもモンスターの群れが町に来るはずだ。先にそいつらを潰す。オッケー。とにかくここに来るモンスターたちをやっつければいいんだね。ああそうだ、頼んだぜネプッチ。ネプッチ？ネプなんとかだと言いづらいだろ。だからお前はネプッチだ。出ました、初対面の人が私の名前を言えないパターン。けど私的には新鮮で可愛いあだ名だから大歓迎だよ。ちなみにお前はギアッチな。ギアッチ？二人ともネプから始まったらかぶっちまうだろ。だからお前はギアッチだ。ギアッチ、ギアッチかあだ名で呼ばれるの初めてかも。よかったねネプギア。さてどうやら第一波のお出ましのようだぜ。二人とも気合い入れていくぞ。これが全部終わらせる。獅子粉塵。デカブツとの対マンを邪魔されてるからな。おい犬っころ、てめえとの因縁も今日限りで終わりにしてやる。これはシアクリスタル？今日は今までと違って仲間がいるんだ。デカブツともども、てめえもぶっ倒してやる。シェアクリスタル変身。変身完了。誰？
私の強さにおじけづいて逃げたパターンだね。ただ単に深手を負ったからじゃないかな。仕留め損なったのは悔しいが、これで存分にデカブツと戦えるぜ。ちょっと待ってよ、ウズメ。まさかその傷であのでっかいのと戦うつもり？おいおい、どうしたってんだね、プッチ。とことん相手をするんじゃなかったのか？そういうことじゃないでしょ。その傷じゃ無理だって言ってるの。ぬぶっ、ち、身内だ。卑
強じゃねえか。二人ともやられたからには倍返しだ。今度はこっちから撃って出るぞ。いた。娘さん大丈夫ですか。まさかさっきの爆発で。このくらいかすり傷だ、気にすな。それよりも今はあいつを。そうだ、逃げ遅れた奴らは無事なのか。俺だ。避難状況はどうだ。みんな無事なのか。娘か、ちょうど今隣町への避難が完了した。よかった、間に合ったんだな。ああ、君が避難する時間を稼いでくれたおかげだ。なら心置きなく戦えるってもんだ。みんな無事に避難できたみたいだ。二人のおかげだ。サンキューな。そんなことより私たちも逃げないと。逃げるだと？このチャンスをみすみす逃すってのか。デカブツとタイマン張れるチャンスなんだぞ。逃げるならネプッチとギアッチだけ逃げてくれ。俺は戦う。何言ってるんですか。そんなボロボロの体で戦えるわけ。いや、戦えるね。たとえ己の肉が骨からそぎ取れようと戦ってみせる。それに俺は死んでも喧嘩には負けねえ。差し違えてでもデカブツを。でっかいの
はどうなったの？まさかこっちまで来てないよね。安心してくれ。どうやら向こう側の地区で暴れた後に消えたようだ。じゃあ私たち助かったんですね。と言ってもあいつが暴れて破壊した場所はもうダメだろうがな。けど避難が間に合っただけでもよしとするか。犬頃に深手を負わせることができたしな。さてお前らも疲れただろう。ここには少しだが食料もあるし毛布もある。好きにくつろいでくれ。